皆さん、こんにちは。アンコウです。アンコウのオーラ放題、マイオペラ第377回。えー、今日は2024年の5月1日です。はい。えー、メイデーですね。<laughs> えー、5月になりました。<laughs> はい。 え一、ー、年本当にあの過ぎていくの本当に早いなと、えー、この年になってくるとも本当に思うんですけれども、えー、でも、あの、素晴らしい、えー、美しい5月にね、入るということで、えー、そういう意味では、この、えー、変化が一年あってですね、これを感じて生活できるともう大変素晴らしいことだというふうにいつも思っております。はい。特にこの5月。 えー、美しい5月ですね。あの、ハイネの詩にありますように、シューマンの、えー、曲で有名ですけども、えー、美しい5月が始まったというところです。皆さん、いかがお過ごしでしょうかはい。えっ、ー、と、僕は、えー、この5月6日に、えー、初日を迎えます、風の丘ホールの、えー、モンスターズ作曲、コジー・ファントッテの、えー、稽古が連日続いているんですけれども、ちょっと、あの、えー 別な仕事があってですね、今は鹿児島県、鹿児島市に来ております。はい。もう今日帰るんですけどもね、あの、それはなぜ来たかというと、えー、来年の2月に行われます、鹿児島オペラ協会主催のモンスターズ作曲、コジュファントってですね、はい。もうなど言ってますけど、僕は今年はコジュファントってイヤーで、えー、もう次から次にコジュファントとかやってくれるんですけど、それの最後を締めくくるのが、この、 宝山ホ,ホールにおけるコジファンとってですね。えなので、とっても楽しみなんですけども。はい。えそれのオーディションがありました。えとってもね、素晴らしい歌手の方ばかりで、え大変充実したオーディションでした。はい。えアリアと、あとレッサー,ティーボ v ーのところと、そして、あの、ま、僕はお題を出して、え喋ってもらったり、動いてもらったりしたんですよね。えやっぱり、 あの、全員が鹿児島県の人ってわけではないんですけども、皆さん非常にね、あの、表情豊かで、えー、一緒にオーディションをやってて、まあ、こっちはもちろんこの、あの、し、まあ、審査する側なんですけどもね、あの、でも、それを本当に楽しむことができて、えー、素晴らしい、えー、時間でした。はい。えー、鹿児島と言いますと、えー、まあ、 これも、僕はこの模様をプライドも何度も何度も話してますけども、僕は鹿児島県の出身の人間であります。はい。えー、僕の、えっ、ー、と、両親ともにですね、もともと、えっ、ー、と、種ヶ島の出身の人で、それで、まあ、その後、えっ、ー、と、母の方は宮崎県の小林というところで長く住んでまして、えー、父の方は、えー、まあ、公務員だったので、まあ、いろんなところを転々としてですね、 で、僕は、えー、宮崎の小林市の病院で生まれたんですけども、その後は、えっ、ー、と、長くですね、えー、鹿児島県鹿屋市に、えー、住んでおりました。はい。えー、小学校の、えー、6年になる前に、えー、千葉の方に引っ越して、それ以降はもう基本的にもう関東で僕は、えー、教育を受けて育ったんですけれどもね。でも幼少期にこの鹿児島にいたってことが僕の中でものすごくやっぱり大きい、大きいことで、えー 青い空とですね、えー、白い雲と、そしてこの、もう一年中ほとんどずっとじっとりと遊ばむような、その暑さとですね。まあ何しろ僕が小学生の頃とかね、ずっと一年中半ズボンで過ごしましたんで、はい。あの、雪降ることもあるんですよ、何年かに一回はね。えー、でも、それよりも雪よりも、えっ、ー、と、火山灰が降ってくるというようなところなので、えー、そういうところでね、育ちましたね。はい。えー、僕の住んでいた、 のの家の裏にはですね菜の花畑が広がって、えー、春になるとわーってもう黄色い菜の花が咲いてですねもう一年も,もう黄色になるんですねでそこにこの蝶々が飛んでみたいなねはい、えー、僕はちょっと小説家志望だったので、えー、高校生の時とかそういう自分の故郷のことを書いたり していましたけど、そういう自分の想像の原点というのは、やっぱりその、鹿児島の南国の風土にあるなってすごく思っているんですね。まあ、その後、いろんなところ行きまして、えー、日本も国内もいろいろですし、えー、まあもちろん東京にもね、もう、長いこと東京でも、えー、学んだり仕事もしてますし、そういう、 ところにも、もちろん、いろいろな形で影響されてきましたしね、アメリカにも割と長くいたので、そういうのもあるんですけど、でもやっぱりこの幼少期を過ごしたっていうのは一番大きいことですね。それで、えっ、ー、と、昨日ちょっとですね、時間を見つけて、えー、あの、鹿児島港からフェリーに乗って、えぇ、ー、樽水っていうところがあるんですけど、大隅半島のね、えー、桜島の付け根の辺りですね、 えのところにフェリーで行って、これ45分間なんですけど、乗って、で、そこからどうしようかなと思って、もう無計画でちょっと行ったんですけど、したらちょうど、鹿のや行きのバスが目の前、僕を待っててくれたので、まあその路線バスですね、路線バスに乗って、それで、え、かのに行きました。はい、かに行ってね、え、かのの、鹿のや市内、 市街地に入ってくる前のところからですね、どん、あの、ええー、まあ、あの、いろいろな、あの、ポイントがあるんです。僕の子供の頃の記憶に残っているところがね。えー、街の風景はもう相当変わっていましたけれども、でも、あの、僕が行った幼稚園があったりとかね、僕が行った小学校があったりとか、いうところをね、まあ、バスから降りて、えー、そのあたり歩いてですね、えー、僕がよく、子供の頃ですね、本当にまあ、 幼稚園の頃ですね、に行ってた児童公園、もうまだありました。まあ、遊具はもう変わってましたけどもね。えー、本当に懐かしかったですね、えー。僕は小学校6年生になる前に千葉の方に引っ越して、その後2回ほど金谷に来たことあるんですよ。で、1回が高校に入るときにですね、中学終わって高校に入るときに、1人で旅行して、ブルーテレーに乗ってやってきて。それで その時は、えー、小学校の時の友達にね、連絡を取って、いたら集まってくれて、みん,みんなでね、会ってご食事したりとかしましたね。すごく懐かしい思い出です。まあその頃は年賀状のやり取りとかもしてたんで、そういうことがあったんですけど、だん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 疎遠になっていって、それで次に来たのはですね、えー、大学終わって、で、アメリカに1年行って帰ってきて、それで、えー、僕が、えっ、ー、とですね、 え、の、リサイタルを、その、種ヶ島の方で、僕はまあ、テノールだったので、テノール箇所だったんで、してくれて、その帰りに、あの、帰りとか前後、どっちだったか覚えてないんですか車、連打カー借りて、金谷の方まで行きましたね。もうその時にすでに、もういろんなところ変わっていたんですけどもね。え、でもまあ、あの、日本全国、僕、僕は住んでた千葉の方も、あの、日々こう変わっていましたしね。はい。 えー、でそれがちょうど35年ぐらい前の話なんですよ。はい、でだから35年ぶりに僕は、えー、とあの鹿児島のその金谷に行きましたね鹿児島自体はこの「模様オペラ」でも確か言ってると思うんですけども2年ほど前に僕の演出している「えー、おこんじょうるり」ですねだったかなそうですね「おこんじょうるり」というものが。 えー、宮崎や、えー、熊本、鹿児島で上演された時に、僕は残念ながらその鹿児島の公園には入れなかったんですけども、えー、途中まで同行してたんで、その時にちょっとだけですね、半日、鹿児島の方に立ち寄って、鹿児島市と桜島の方には行きましたけど、えー、僕の住んでいた大隅半島の方にちょっとその時は行けなかったんですね。なので、35年ぶりに僕は大隅半島に入って、金谷の町に行きました。<laughs> はい。<coughs> も、まああのー、のすごく嬉しかったんですが同時にねやっぱりなんか、あのー、僕が子どもの頃にはすごくあの華やかだった部分っていうのがこうさびれていたりとかですね、えーあのー、とっても素敵にあって、まあ、そういうところに泊まることもなかったんですけどホテルみたいなものがもう廃墟になっていたりとかですね。 あとは綺麗な水が流れていて、こう、うなぎが、うなぎが泳いでたようなところがあるんですけど、本当あの、道具なんですけどね。え、そういうとこもね、なんかもう、あの、水はあるんですけど、なんか、ちょっとこう、せき止められていたりとかですね。ま、いろんなことがもうちょっと変わっていて、で、最終的に、僕は子供の頃よく行ってた、え、デパートが、桜デパートっていうのが、あるんですけれども、あったんですけどもね。え、ま、子供の頃も、それぐらいしかなかったので、あとはま、何件が、 あの百貨店的なものありましたけどでも何しろやっぱりあのその時期金谷にいらした方はもう皆さんご存知だと思います桜津パートっていうのがね、えー、文化の中心でしたから、あのー、そこでね毎週週末になると、えー、母と、えー、妹と一緒に3人ですね父もいたんで父はどっかでパチンコとかしてたんで、あのー、大体この母と一緒にねいてそこで。 えー、遊んでたりとかね。まあ、遊具で遊んでたりとか。で、上の、楽しみだったら上の食堂でご飯食べたりしてたことですね。そういうことがあったので、まあ、それがもうなくなっていて、もうなくなったらずっと前になくなっていて、この話もしてたんですけど、でもやっぱり寂しいもんですね。そういうものがね、自分が、えー、そうやって、えー、記憶の中には今でもこの光輝いて残っていますけど、そういうものがなくなってしまうというのはね。 それでまあ昨日はその後ちょっとその近くにあるお店でちょっとだけあの軽くこう、焼酎飲んで、そこの方がね、おかみさんがえなんと僕と同じ小学校の出身の僕のちょっと先輩だったんですけど、とても美しい方で、えとても素敵でした。はい、素敵な時間を持って、最後にそうやって昔話をちょっとしてですね、締めくくることができて、まあバスに乗ってまた戻ってきたんですけど、 えとてもいい、あの、時間でしたね。はい。まあ僕も人生の節目となる還暦をもう過ぎて、まあ、今年で62位になりますけども、なので、えー、そういう自分のこの人生というのを解雇しながらですね、この自分の残りの人生というものの中で、さらに自分は何をすべきかということを考えていかなくちゃいけないというふうに思っていて、そういう良い機会になったなと思ってます。 まあ、鹿児島の小じまにとっての制作は、僕は秋、秋からちょっと入ってね、そこから何回か鹿児島に来ることになるので、またしばらくちょっと鹿児島来れないんですけど、今回、この時間は、僕にとって本当かけがえのない時間に、 なりました、えー。今度ちょっと北関東に住んでる両親のとも行ったらちょっと報告をしてですね、いろいろ昔話もしたいというふうに思ってます。はい。皆さんもこのゴールデンウィーク、いろんなところに行かれたりとか、ご家族、友人、いろんな形で、えー、楽しい時を過ごしていらっしゃるでしょうか。ね、ぜひそういう時に、えー、自分の故郷のことなど、えー、いろんなことを思い出して、えー、話を してみてください。はい。あの、僕はちょっとそういうことを大変におろそかにしてきた人間なので、特にやっぱり、あの、今、こういうふうな機会を持ってね、本当に良かったなっていうふうに思っております。はい。今日は、えー、バスに乗って、空港に行って、飛行機に乗って、帰り、そのまま、風の丘に直行して、えー 結構ね、皆さん、あの、僕なしで、あの、やってってくれてるようなので、そこに参加してね、最後の詰めを行っていきたいと思いますので、どうか、5月6日と5月12日ですね、えー、14時半から開演です。今回の舞台は僕は本当にプランは、ねじーネって作ってる、えー、ちょっと非常に特徴的なもので、多くの方に、一人でも多くの方にご覧いただきたいなというふうに思っております。えー、出演の皆さん、 大変素晴らしいです。はい。もう、えー、もう、手付けという方ばかりですね。フィオルジージの、えー、山口よし子さん、えー、ドラベルラの持田厚子さん、そして、えー、デスピーナの高橋宏奈さん、えー、ペンランドの、えー、吉田蓮さん、えー、グリエルモの又吉秀樹さん、えー、そしてドン・アルコンソの大川ひろしさん、イムカ・ユさんのピアノですね。えー それに、えー、主催者である大沢美香さんの、えー、舞台、衣装、えー、そして浜野由美子さんのヘアメイク、その他もろもろ、えー、スタッフ、ね、あの、少人数ですけども、がっちり周りを固めて、えー、皆さんお待ちしておりますんで、えー、ぜひぜひ、いらしてください。自信作ですのでね。はい、それでは皆さんもこのゴールデンウィーク、素晴らしい時間をお送りください。Have a good day!